おう、コーミー、ワド2、久々じゃん。最近元気？全然コメント打ってくんないじゃん、最近。盛り上げてよ。よろしく。いらっしゃい、コバミン。コバミンも結構あれじゃない？古いリスナーになってきたんじゃないの？古参勢でしょ。コバミン見始めたのいつぐらいだっけ？元気？仕事終わりか。そっか、お疲れ。元気そうでよかったよかった。コバミンもう古参勢でしょ。結構古いっしょ、ワードを見始めてから。見始めはもう数年前。米は打たないけどね。米あんま打たないよね、コバミンね。結構ね、時間経つよね。13名さんいらっしゃい。ご飯はね、食べたけど、今パエリア作ってるね。煮込んでるところ。彼女が起きたら食べるように。ご飯作っておこうと思って。今煮込んでるところ。ご飯今日弁当食ったね。焼肉食った。おい、久しぶり。なぎさちゃんいらっしゃい。ありがとうさん、ありがとう。こっちもやるね。うん。同時配信やる。こちらありがとう。27名さんいらっしゃい。相変わらずアメスピ。そうだね、アメスピはもう多分買えないかな。他のタバコ吸っても美味しくないから、多分アメスピは買えないと思うね。コンディコインありがとう。彼女大丈夫だったの？鉄吉さんいらっしゃい。彼女大丈夫だったって、あの、ツバニャン BB 弾で撃ったこと？うん、今後ろに寝てる。大丈夫だと思う。いや、ちょっと怒ってるけどね。なんか、顔合わせて話してくれないね。なんか、ツバニャンと、女の人と二人きりで会うのに怒ってるみたい。うん、お久しぶり、イブリスいらっしゃい。
あれ？彼女大丈夫だったの？って。そっか、そう、最近俺ふわっちでずっと生放送やってて、ふわっちメインで配信やってるから。そっか、最近の流れ分かんなかったのか。うん、 BB なんでね、ツバニャンをね撃ちまくってね、ツバニャン警察駆け込んだの。最近ずっとふわっちでやってんだよ、うん、今もふわっちで生放送やってて、すごい盛り上がってるよ。閲覧100とか行くの、アクティブ100とか200とか行く。最近ふわっちばっかり。稼げるしさ。ふわっち見れない？簡単だよ。あの、アプリインストールしたらすぐ見れるよ。うん。インストールおすすめっすよ。超盛り上がってるよ、ふわっち。ふわっちの方が人集まるね、俺は。最近メインでやってるから、アプリダウンロードしといてよ、ふわっち。楽しいよ。スマホが対応してない。あ、古いスマホなのか。そっかそっか。そういうのもあるんだな。それは辛いね。彼女と連絡ついた。今後ろにいるロードスターさんいらっしゃい。うん。今後ろにいるよ。よかった。うん。破天荒だからね、僕の彼女は。ホイミー増えてない？増えてる増えてる。ホイミスライム増えてるよ、うん、あれだね、やっぱキャスリスナーさんは最近の事情さ。あー、ごめん、高画質配信に切り替えるわ。キャス、ちょっと待ってて。キャス一回閉じます。高画質配信に切り替える。すまんすまん、高画質配信にしてなかったから切り替えた。14名さんいらっしゃい。ふわっちに25名さんいらっしゃい。楽しんでってください。じゃあ俺は寝るわ。ついさっきまで部下の始末処理してたわ。 LINE 通話で部下と話しながら手伝ってた。マジか。お疲れっす、なぎささん。また来てください。初見です、はじめまして。さくらさんいらっしゃい。楽しんでください。はい、たくみさんワード2。いすいす、お疲れっす。モンタン激おこだわ。機嫌悪いよ。彼女が機嫌悪いですね。悲しいことに。37名さんいらっしゃい。楽しんでってください。おはよう、イブリス。おはよう。ホイミー増えてるよ。まあ、おはようつっても寝てないだけなんだけどね。今日は配信1日分回すかな。だからリスワンは取れないけどね、今日ね。リスワン確実に深夜町の8364行くと思うから。今日はリスワン狙えないっすね。
やっぱ月末攻めるしかないのかな。わたわたさん、ぶっちゃけ配信で一番儲かるサイトどこなの？俺にとってはだけど、人によると思うんだよ。どこで活動してたかとか、どこでキャリア積んだかによると思うけど、俺はふわっちだね。俺はふわっちはめちゃめちゃ稼げる。だ相性があるんだよ。そこのサイトはまったりが得意とか、リスナーさんの層によるっていうか、そのサイトによってリスナーさんの特性が違うから、例えばキャスだとキッズ受けする配信やった方がいいとか、フワッチは雑談やった方がいいとか、ニコ生荒れる配信やった方がいいとか。俺はフワッチ相性いいね。デニーロさんはかつ。ノンタンおこだね、今。おお、ちさといらっしゃい。だからまあ、俺にとってはフワッチが一番稼げるかな。今のワードふわっち良さそう。そうだね。ふわっち、今、閲覧33でなぜか少ないけど、100前後だね。アクティブが。すごいふわっち相性いいと思ってる。始めてよかったね。ふわっちは結構、リスナーさんと噛み合ってる感じするな。なんか雑談好きな人が多いからね。緑ってニコ生とフワッチだったらどっちが金いいの？緑さんはフワッチやってないから、緑さんはね、ニコ生で月40万ぐらい取ってるかな？手取りで。手取り40ぐらい。あ、フワッチやってないからね。生プまだ抜けてないよ。マリックスさんいらっしゃい。収入が上がらないとね、抜けらんないんだよね。手取り40、そんなにって、緑さんでトップで40しか稼げてないんだよ。きつくね。逆に言ったらそれだけしか稼げてないっていう感じなんだけど、俺からすると。ニコ生トップ配信者で月40万とか結構しょぼいっしょ。だってフワッチだったらアイラっていう名前の人がニコ生にいいんだけど、アイラは700万稼いだよ。1ヶ月だけで。1ヶ月で700万稼いでる。700稼げればね、ずっと遊んで暮らせるからね。1年間ぐらいね。なんか一晩5000円ぐらい使ってるよ。生放送舐めてた？いや、全然稼げるよ。稼げる人は稼げるよ、本当に。食っていける時代だよ。アイラのフワッチすごいよね。緑は公式放送のギャラもあるから結構もらってるよ。どうなんだろうな。そのチャンネル会員だけで40でしょ。で、娘と息子がいて、奥さんもいて、養う、月60万ぐらいだと思うよ。それでも。俺結構その配信の裏でいくらもらえるかとか知ってるから、公式とかギャランティーの大体の相場。そんなにもらってないよ。小じきやってないし、あの人。グッズ販売っつっても原価かかるから、結構儲かんないし。いや、生ポはね、多分ね、今月、来月、多分ね、来年には抜けると思う。それくらいフワッチで今稼げてるから、強制的に多分来年抜けることになると思うのよ。ふわっちいいよ。ほんと。稼げますよ。ちょっとパエリアの様子見てくるわ。別にあんまり生ポがハードルになると思ってないし。正直言うと。
石川さんは、のりゆきさんは100万超えてるだろうね。そうそう、飯飯。彼女が朝起きたら、ご飯食べれるようにパエリア作ってんだよね。前回作るのちょっと味薄めで失敗したから、今回塩を多めにした。うん。暖房はつけてないけど、東京は相当寒いね。相当寒い。15万でいいのか。15万稼いだら、とりあえず今仕事もしてるから、15万だったら確実に生ポア抜けるだろうね、俺は。うん。うん。で、今、4万、今いくらだっけな。今ね、4万ぐらい稼いでるから、だからあと10万ぐらいだね。まあ、行くっしょ。のりさん、100超えてるだろうね。うなちゃんマンが月200ぐらい。サメ島さんも100超えてるだろうな。うん。セキシンゴも5、60いってると思うし。エセアコも100超えてるからね。ふわっちで。まあ、のりゆきさんはもっといってるかもしれないね。200ぐらいいってんのかな。マジマジ。全然、持ってる金額じゃないよ。最近生放送でも稼げるサイトいっぱい出てきたから、全然稼げるよ。うん、だから下手になんか、何も持ってないやつが一発逆転狙うんだったら生放送っていう選択は結構ありだと思うよ。俺も始めてみようかな、みたいな。当たったらでかいからね。放送毎日やってれば収入になるからね。家のローン組めるだろうね。うん。リーマンやるぐらいだったら俺は放送やる方がいいと思ってるけど。まあ、人の生き方に干渉するつもりねえかんな。うだつ上がんない生の人もいっぱいいるしな。61名さんいらっしゃい。おー、ちいさんいらっしゃい。おはよう、さしさん。おはようございます。楽しんでってください。なんでのりさんそんな行くのって。だって、めちゃめちゃ人気あるもん。アイラと女に囲われてて羨ましい。いやー、大変だと思うよ。モテるやつはモテるやつで苦しみあると思うよ。うん、コラボしないの？コラボ？今？じゃあちょっと待ってて、今コラボ立ち上げるから。ちょっと待ってて。すぐ枠取り直すわ。はい、ワードツー。コラボ希望の方がいたんで、ちょっと開きました。はい、オッケー、ありがとう。あ、マサルさんいらっしゃい。どうもどうも。あ、マサルさん、ネックレス明日送ります。よろしくお願いします。封筒にもう作ってあるんで、これ、この封筒届くと思うんで、和道って書いてある封筒が。マサルさんよろしくお願いしますね。これ1個届くんで、マサルさんのところにも。ネックレス入ってるんで。よいしょ。僕のテーマカラー赤、黒、白なんで。はい。マサルさん、今、ふわっちでも放送やってるんですけど、多分北海道行くことになると思うんで、もし北海道行ったら会ってください。寝てないね。おはよう、ミキティ。おはようございます。40名さんいらっしゃい。おはよう。マスさん、コンティニューコインありがとう。コラボ希望してたチーさん来ないね。どっか行っちゃったのかな。コンティニューコインありがとう、マスさん。
闇将軍からいらっしゃい、フラさん。ありがとうございます。楽しんでてください。久々に来ました。キャスやるの久々だからね。最近ずーっとふわっちやってたから。メインサイトふわっちにしてる、今。おはよう、くみちゃん。弁当作りながら聞いてる。オッケー、ロムってください。オッケーオッケー、楽しんでて。なんで収入いいのにみんな言い方悪いけどいい家住んでないの？あれじゃないの？もう時代が変わったんじゃないの？ぶっちゃけた話さ、どんどん少子高齢化してるから、物件の価値とかなくなってるし、古い、その若い世代ってさ、車が欲しいって思わないじゃん。パソコンとかに金かけるじゃん。だから、時代が変わったんだと思うしかないと思うよ、そこは。なんか、多分、いい家に住みたいっていうのは古い考え方なんだと思う。俺も別に、月収100万でもこの家で全然いいと思ってるもん。だから、その、いい家に住む、いい車をする、いい時計をつけるっていうのが、結構、昭和の考え方だと思う。時代が変わったんだと思うな。それよりも多分、楽して稼ぎたいっていう方が強いんだと思う。お金をがっつり稼ぎたいっていう若者が減って、そう、楽して稼ぐとか、楽しいことをやって稼ぐっていうニーズが増えたんだと、俺は分析してる。それがなんか、その、小学生のなりたい職業ランキングが何位だっけ ?1 位が YouTuber だったんだよね。多分ね、そういうのが影響がでかいのかなと思ってるね。配信は俺は楽に見えない。実際やってみると何でも楽じゃないよね。うん。やっぱプロっすよ。配信で稼いでる人は。俺はそう思うな。何事もね、やっぱ稼ぐっていうことは大変だよね。それはまさしくもう4年間俺配信やってるけど、すごい痛感してるかな。配信で食っていくっていうことの難しさとか、お金を稼ぐっていう。多分ね、小学生はね、楽して稼いでると思ってるんだろうね。うん。ピンさん、ペッパーフレームありがとうございます。なんでもお金を稼ぐっていうことは大変だよ。特に配信っていうのはさ、人の心をつかむのが仕事だと思ってるから。ノリノリさんいらっしゃい。和道のゼミナールで稼いでるのか。和道のゼミナールっていうのは、和道の異常なゼミナールっていうのは、放送のタイトルなんで、番組のタイトルっていうか、うん、番組の名前だと思ってください。特に今セミナーとかはやってないですよ。昔セミナーで稼いでたんですよ。そっから撮ってるんですよね。なんか普通のことを語らないゼミナール、普通のことを語らない放送っていうか、なんかちょっと面白い話ができたらなって、そういうニュアンスでやってますね、僕は。番組を。サブカル系の番組っていう感じで。番組を作っていきたいなって思ってますね。ちょっとごめんなさいね。今日、肺炎を起こしてるんで、咳込むこと結構あると思いますが、ご了承ください。ちょっと体調悪いんですよ。でもまあ、サラリーマン、今の時代さ、働いても稼げない時代じゃん。本当に。派遣とかも多いし。学ある人とかだったら別かもしれないけど、その働くっていうことが魅力的じゃない時代だから、だからアルバイトやって16万ぐらい稼ぐんだったら配信やって16万稼いだ方が絶対価値高いね。ふわっちと似たアプリ。ちょっとよくわかんないですね。ふわっちと似たアプリっていうのが。ニコ生はもう、やらないですね、僕は。ニコ生はやらない予定です。ふわっちメインでやっていきます。稼げるんで。キャスから覗いたら違和感があります。モネ。もういいだよ、もういい。クマさんいらっしゃい。今、ふわっちもやってるよ。うん。でもやっぱキャス盛り上がんないね、相変わらず。キャスは閲覧が少ない。ふわっちの方が閲覧多いね、俺は。やりやすいっすね。ニコ生はね、嫌いじゃないんだけど、運営の体質とか、お金がかかる部分とかいろいろあるんで、今はふわっちかな。まあ引退っていうわけじゃないけど、ニコ生も気が向いたらやろうかなと思ってるけど。ふわっち好きだね。アフリカ TV はないね。何回かやったけどない。今ね、スマホ対応してるサイトの方がいいし、スマホに向けてやってるサイトの方が、ユーザーつかめるから、
キャス嫌いなんだ、渡辺さん。どういうところが嫌いなの？これ別にキャスは嫌いっていうわけじゃないな。キャスでやっても伸びないなっていう風に感じてるかな、俺は。別にキャス嫌いなところないっすね。てか、かかってこないじゃん、コラボ立ち上げたのに。うん、せっかくコラボ立ち上げたのにかかってこないんだけど。人間の本性を隠してる。いや、別にそれは人によると思うけどね。なんか別にキャスでやってるから人間の本性を隠してるとは思わないけど。人によるんじゃないの？俺はそういうふうに感じたことないよ。キャスイコール人間の本性を隠してると。のんたは今後ろに寝てる。のんたはお休み中です。モネさんいらっしゃい。な、結局、配信サイトがどこっていうよりも、大事なのは誰がやってるかだからね。誰がやってるかだと思う。のんたは俺の彼女だね。うん。文章は釈迦だよ。おはよう、レオさん。おはようございます。たまに文鳥の部屋の中で遊ばれ、1日30分やるね。毎日30分やる。毎日30分やる。30分から1時間ぐらい放鳥するのが一番いいんだよね。日本全国配信構想は各県、全部回るね。全県回る。それで終了。うん。そうだね。毒片は抜けたかもしんないね。うん。よく言われる。うん。お、花火ありがとう。なめだるまさん、ありがとうございます。いきます。なめだるまさん、花火をしてくれて、本当にありがとう。旅配信に使わせていただきます。あざっす。いや、電車とかヒッチハイクとかリスナーさんの車とか、その場その場で考えようと思ってるね。その時その時のノリで。
コラボかかってこないね。新しいフォロワーさん増えました。紹介します。リュウヤさん、ありがとうございます。フォロー。リュウヤさん、どっか旅に出るんですか？そうっすね。ふわっちで毎月15万稼げるようになったら、もう旅配信するのが目的だっていうこと言ってるんで、日本全国回って、その後世界行こうと思います。今スマホだからキャプれなかった。残念。ヤミいなくなったからこの時間キャス狙い目かもしれないです。へぇ、ヤミどこ行ったの？ヤミどこ行った？やめたの？この時間。でも多分俺キャス受けしないんじゃないかな。どうなんだろう。おすすめ規制食らってるし今。多分ね、キャスは無理だと思うよ。若い子たちにね、人気出るとは思えない。どうだろうね。働き出したとか、あ、そうなんだ。リア充になったんだね。まあいいことじゃん。いいことだと思うよ。またマー君に殴られる配信してね。NG 入れるよ。マー君とはもう絡まないよ俺。それに今マー君刑務所だよ。デリホス？デリホスやっても無理だろ。ヤミーデリホス人気出ねえだろ。はい、NG です。スワッチの NG はいいよね。視聴すらもう二度とできなくなるからね。サブアカ作っても見れないから。デリホスはやってないんじゃないかな。いやーどうだろうね。普通に働いてるっしょ。いや、俺は発射してない。俺の彼女がね、BB 弾襲撃したんだよ、うん。俺はやってないよ。俺寝てた。俺も襲撃されたんだよ。うん、デニーロさん、スタンプありがとうございます。
70名さんいらっしゃい。楽しんでってください。あー、しんどいね。水分よく取らないと。もう喉やられちゃって。なおちゃんおはよう。あだつおはよう。ちょっとパエリアの様子見てくるわ。シッチいらっしゃい。いや、パエリア作ってんだよ。もう完成した。完成でーす。体調、うん、だいぶ良くなったね。熱も下がってきたし。昨日の夜がピークだった。今日の夜がピークだったのかな。夜中が。昨日の夜中か。あれ？あれ？温度計どこだ？あれ？温度計どこやった？あれ？あれ？あったあった。測ってみようか。何度だろう？大丈夫だね。36.4 だから。明日仕事行けるわ。大丈夫だわ。
おはよう、マリモさん。おはようございます。おはよう。体調ね、だいぶ良くなったよ。うん、だいぶ良くなった。熱も下がったし、薬が効いて、肺の方も大丈夫だし、うん、良くなってきてるよ。ありがとうね、心配してくれて。もしもし。あ、お疲れ様です。お疲れ。お疲れ様うん。です。どうですか、最近は。いいね。ふわっちめっちゃ楽しいよ。今日は、うん。行ったんですか？やつで行かなかったよ、俺。新宿の方は。行かない、行かない。あ、行かなかったんですか？うん。行っても意味ねえじゃん。でもなんだっけ。なんだっけ。三代目ヒカルが隣にいたリア凸は何でしたっけ？あれは。スバニャ？のやつは何でしたっけ？スバナンのやつはにゃん、ね、な、逃げちゃったでしょ？途中で、ツバそう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 。逃げたっつうか、まあ、帰るって言って帰っただけだけど。俺は逃げたとは思ってないけど。お話できました。まあ、それは関係あんなまりく。できなかったね。うん。いや、でも、ここまで来ちゃったの。ふわっえ？ちまで来ちゃった。ふわっちまで。あ、ふわっちいいと思うよ。いいサイトだと思うよ。そう、俺、ニコ生の、うん。見てたけど、ニコ生の時はいろいろ見てたけどね。バゾンの話は。まあ、これから、どういう感じにしていきたいんですかね。じゃ、もう稼ぐだけ？いやいやいや、もともと、世界回りたくて配信始めたんだよ、俺。世界。うん。まあ、ってことは、じゃあ、何？要は。まあ、いずれかやるってこと？世界一周じゃあ、そうそうそう。なくて。まあ、大陸に分けようと思ってんだけど。いつやるの？あ、まあ、今約束してんのは、ふわっちで15万稼げたら、相馬やろうかなと思ってたよ。フワッチで15万ってもっと稼げるでしょ。稼げどうる。だろうね。わかんないけど。とりあえず最低15万。最低15万。うん。ほら、俺が生活保護を受けてっから、生活保護抜けられるラインが15万なんだよ。うん。でも、収入、その他の収入になると、ほら、例えば、じゃあ、まあ、生活保護を受けてるわけでしょ？そうそうそう。で、それは何？例えば、じゃあ、うん。周りから通報を受けても、それは関係ないよ。通報ってだって違法行為全くやってないからね。
でも、あれでしょ、うん、まあ、生活保護、じゃあ、じゃあここで収入受ければさ、それは、収入的に、またそれ別の話になるわけじゃん。何が別の話になるのかよくわかんない。生活保護、うん、生活保護もらってて、うん、じゃあここでね、じゃあ収入得ましたと。なれば、また別の話になるわけでしょって。何が？いや、で、何がじゃなくて、別の話になるわけじゃん。何が別の話になるか全然わかんないな。いや、別の話、普通に話しててわかんない。わかんない。生活保護もらってて、うん、ね、うん。じゃあ、ここでね、うん、要はこういうサイトで、じゃあ、収入もらいましたと。うん。うん。じゃあ、不正受給にならないのかっていう話。ならないでしょ。どこがなんのか逆に教えてもらいたいな。うん。あ、じゃあ、どこがならないのかっていう、じゃあどこがならないのかっていう、じゃあ、魂胆を教えてもらいたいんだよね。じゃあ、俺は。不正受給って、収入は別にあってもいいんだよ。うん。だって勤労の義務があるわけじゃん。働いた方がいい。だからさ、申請すればいいわけじゃん。うん、そうそう。うんうん。まあ、それだけの話でしょ？じゃあ、俺は後から申請しますって、それだけ言えばいいって言うって話を自分で持ってるんでしょ？多分、おそらく。持ってる。持ってるっていう。だからそういう風に人から突っ込まれて、うん、じゃあ俺はもう後から、じゃあ俺は申請するよって。うん。うん。で、言っちゃえば、まあそれまでだし。いや、申請するよってね、言っちゃえばっていう問題でもないんだよ。申請しなかったら多分詐欺罪になるだけだから。うん、それは犯罪。うん。うん。なんでバズはさ、自分でさ、俺は、生活保護、うん、俺はもらってるって自分で言ってんの？いや、聞かれたから、働いてんのって言われて、いや、働いてないよって言って、うん、じゃあどうやって収入得てんのって聞かれて、うん、いや、生活保護って。ただそれだけ、別に自分から言ってないよ。うん。うんでさ、うん、まあ、俺別に、ワズムのことは別に、うん。まあ、どのことじゃないんだけど。うん。で、ほら、まあ、彼女いるじゃない。いるよ。うん。彼女はね、収入ないの？収入あるよ。じゃあ収入は、じゃあどんぐらい収入あるの？じゃあ。いや、まあ彼女のことは彼女のことで、彼女のプライバシーに関わることだから、俺の口から言うことだよ。でも一緒に住んでんでしょ？一緒に住んでないよ。住んでない。あ、住んでないんだ。うん。いや、一緒に住んでたら世帯が一緒になるから。いや、彼女家あるし。これでさ、彼女は自殺したとかって、なんか、やってたけど。うん。それは何なの？いや、まあ、彼女に聞いてくれよ、それは。俺わかんないよ、俺だって。俺だってわかんねえよ。いや、あなたは一番大事でしょ、そこは。いや、わかんない、ね。いや、俺は別に、その、わざお前、そこはま詰めないけどな。そんな詰めることじゃないけど。うん、まあ、彼女メンヘラだからさ。うん、でも、バドはね、うん、じゃあ、ここの、バッジ来て、うん、稼げると思ってきたんだ、ここに。いや、稼げると思ってきたわけじゃなくて、元を話すとさ、ニコ生を、俺やってたじゃん。コミュニティあるじゃん。うん。それをね、彼女が減らって、勝手に俺のパソコンをハッキングして爆発したんだよ。まあ、それは知らねえけどさ。うん。うん。
ハッキングじゃないでしょそこは。別に。いや、ハッキングハッキング。って言わねえだろ、それ。ハッキングって言わないよな。ただ、あの、ワトのパソコンいじって、バカにしてただけの話でしょ。先生、パスワードも解除しやがったの。いやいや、じゃなくて、バトのパソコンからいじったって話でしょ。だから、それをパソコンから入って、パスワードをロックを解除して爆発したのよ。で、何それがハッキングなの？それハッキングだよ。だってハックするんだから。厳密だよ。っていうか、世界のハッキングって、ほとんどアナログで行われてんだよ。じゃあ、事件じゃん。事件じゃね？もう事件だよ。別に、彼女だろうとなんだろうと、ハッキングって、ボタンあれだよ、うん、じゃあ、ねえ。彼女だろうとなんだろうと。じゃあ、ハッキングしたんでしょ？よっぽど事件じゃないのもん、ね、じゃあ。まあ、事件かどうかはわかんないけど。いや、事件でしょ。ハッキングなの。ハッキング、人のアカウントを乗っ取ったと一緒だからね。まあ、乗っ取られたんだけど。だから、一緒でしょ。一緒っていうか乗っ取られたんだよ。一緒っていうか、そうでしょ、だって。うん、そう、うん。一緒っていうか、まあ、それをやられて、許してんの？じゃあ。そうだね。そうなんだ。バトってそこまで落ちたんだ。バトはそこまで落ちたんだ。お前バトはそこまで落ちたの。いや、落ちたかどうかわかんないけど。いや、お前そこまでの人間じゃないよな。ニコ生の時は。そこまで落ちちゃったの、お前。まあ、あえて俺煽るけど。まあちょっと気に食わないんだったら、じゃあ俺のことブロックして。でも。いや。で、お前そこまで落ちちゃったのかなっていう、俺は言いたい。散々ね。まあ、散々というかまあ、俺はでも面白くて、お前の放送見てたけど。いいんじゃないの？昔のまま行っちゃいなよ。お前絶対ちょっと、あれでしょ、こう、大人しくしようかなっていうぐらいに思ってるでしょ、絶対に。え、どういうこと？絶対思ってるでしょ。何が？ちょっとおとなしくしようかなっていう感じは思ってない、自分自身。別に、特にその辺は意識してないよ。前に行けよ、どうしたの？じゃあ、その、思ってないってのは分かるけど、じゃあ前に行けよ、どうしたの？そのニコ生の時に行けよ。ああ、どうだろうね。なんか荒れる配信やっても結局、ゴミみたいなリスナーが増えるだけだから、自分のファンではなくて、なんつうんだろうな、荒れるのが好きな配信者集まるだけじゃん。で、ぶっちゃけた話さ、そんなのいくら集めても先がねえなっていうか。いや、でもそれはさ、どこ行っても一緒だよ。いや、別に、そうは俺は思ってないけど。だって、ここでやろうと、だって絶対に上がってくるからな。上がってくる。まあ、俺もそんな変わんないけど、そんな、くだらない人間がね、どんどん、いや、お前、なんでお前そんなあんなことやってたのに、ちょっとおかしいんじゃねえのと、どんどん詰められてって。まあ、それはまあ、ねえ、ワードも頭いいからさ、どんどん、その自分の言い返しはできるだろうけどさ、めんどくせえだろ？どんどん。まあでもそれ、しょうがないじゃん。
配信やってる側としてはさ、うんうん、リスナー選べない部分とかあるから、うん、だからそこはコントロールはできると思ってんの。うん。でも、そんな甘くないぞ、ファッチは。言うとね、うん。バカにならない限り、本当に。バカにならない限り、本当に甘くないからね。バカになった方がいいんじゃないの最初は。あ、まあでも、それはね、一理あるんじゃない？結局配信者って、バカになんないとな、みたいな。そう、さらけ出す、いい意味で。それはあると思うよ。いや、でも、稼ぐんだったら、もう本当に、バカにならない限り無理だよな。いや、俺はそうは思ってないけど、別に。でも、ただ、閲覧稼ぐとか、その、表現する上で、やっぱ自分さらけ出して、まあ、バカになるっつうの。そういうのは大事だと思うけどね。いや、でも、まあ、無理だろうな。本当にマジ、バカ真面目にやるようだったら。何が無理だ？バカ真面目にやるぐらいだったら、前みたいにさ、前のワードを見せてくれ。でもさ、前のワードを見せてくれってよく言う人もいるんだけど、そういうやつに限って配信ちょろちょろしか見てなかったりするんだよ。がっつり見てるでしょ。俺は見てるよ、別に。嘘。俺は見てるよ。がっつり見てる。うん、あ、そっか、それは悪かったわ。うん、いや、でも結局、やりたいこととさ、なんつうんだろう。やったら受けることって違うじゃん。で、やっぱやりたいことをやりたいんだよね。ストレスかかれるから、結局仕事と変わんなくなるんだよ。うん、バカやろうと思ったらできるし、沸かせることもできるんだけど。でも結局楽しくなかったら意味ないじゃん。楽しむためにさ、やってるわけだし。だったらリーマンやった方がいいってなるじゃん。別に15万とかアルバイトでも稼げるわけだし。まあ、それやりたくねえから配信者になってんだから。まあ、要はその、人を叩いてるの、誰々っていう前に、その、面白おかしく、ちょっと稼げればいいんじゃないかって、そのぐらいの考えってことね。そう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 。だから俺を楽して稼ぎたいから、楽しくね。楽っていうのは。そっか。うん。まあ、俺は、前のな、ワードを知ってるからよ。まあ、前のワードって言っても別に、わかんないけど、そう、何が、どう印象が変わったのかは。お前がな、別に女、隣で抱えてようが、俺らの関係ないんだよ。リスナーは、はっきり言って。な、そんなの、関係ないの。お前のやり方なんだよな。はっきり言ってな。みんなそうだと思う。何をお前女抱えてるからじゃあお前ブレてんのってみんな思ってる人もいるかもしれないよ、中には。中にはあれよ。でもじゃあワドは自分の、俺はこうやりたい、こうしたい、もうそれはじゃあ今言っとんだから、じゃあそれでいいんじゃないの。いや、俺は最初からそのつもりだけどね。だからなんか、ワードを昔みたいにっていう人とかもいるけど、よくわかんないから、それは。それは、その人の主観であってさ、その人の印象にしか過ぎないと思ってるから。まあ、印象ってやっぱ、印象は大事だよ。だって、印象っていう、だって、印象がない限り、あなたの人気でも何でも、だとないから。ね、印象じゃないけど、そのやっぱり、じゃな、それがない限り、誰でもそうでしょ？だって別に、じゃあ変な印象、じゃあなんていうの？意味わかるでしょ？言ってる意味。あ、全然わかんねえわ。あ、全然わかんない。ごめんね。全然わかんねえ。だから、じゃあ、その、
じゃあ、ワドは、ここでフワッチやりたいんでしょ？やりたいっていうか、やってるかな。いやいや、やってんでしょ？今、現時点に。やってるよ。で、何も別に何、それで、何、アイテムを共有してんの？してんでしょ？アイテムを共有。まあ、共有してたよね。すいません、じゃ投げてください、みたいな。いつ？言ってなかったっけ？この間も、離れてくださいとかって、なんか。お前、本当に俺の配信ちゃんと見てる？じゃあ。お前、俺の配信多分ちゃんと見てないと思うよ。やっぱにわかだと思う。ちょろちょろ見て、結局湧いてる時だけ見て。にわかじゃなくて、じゃあにわかだのじゃなくて、だってお前の放送さ、だってニコ生の時でも大したさ、詰められてんだって、もうそれで終わっちゃってんじゃん。で、なんかしょうもないにわかのような人間詰められて終わって、ね。で、ここで彼女ができたから。で、ちょっと気持ち大きくなっちゃって。で、稼ごうと思って来てんでしょ今、ここに。ごめん。全然話、ずれてると思う。いやいや、話してんのって。お前、どうせ多分、一人じゃ何もできないじゃん。今まででも。大体、誰かがいてとかで、ほら。今もさ、女の子、誰だったっけ？ロンパリの女の子、誰だったっけ？あ、俺の顔誰だっけ？だから、結局さ、そういう女いない限り、お前何もできないでしょ？一人じゃ何もできないじゃん。まあ、オンじゃなくて、オンって言ってる限り、だってお前もうできてないんだよ。もう、その時点で。わかる？全然わかんねえな。で、お前、ニコ生の時もそうだよ。にわかのようなやつに詰められて、お前、大したな。にわかのようなやつに詰められてが、誰だろう。まあ、わかるけど、わかった。まあいいけどさ、まあそんなような人間詰められてよ。ね、坊主にして、なんかちょっと威圧感与えて、ような、なんかわかんない。もうね、一時期坊主にしてたよな、お前な。俺が坊主にした理由って。お前一時期坊主にしてたよな。なんか坊主にした理由さ。なんだっけ、さ、一人、なんだっけ、ほら、飲み屋かなんかでさ、お前、なんか一時期やってたよな。飲み屋。飲み屋俺が何店舗やってたか知ってる？ね、知らないけど、飲み屋やってたよな。だからにわかだっつってんの。お前がやってようが、にわかじゃなくて、お前興味がないんだよ。お前に対して。わかる？でしょ？見てないで言ってるな。でな、で、お前、で、なんだっけ、誰だっけ、あいつ。ほら。なんだっけ？水、ぶっかけたとか、ぶっかけてないとかさ。よくわかんないんだけど、で、何その、要するに、ほら、その場面？その場面わかる？その場面。お前のさ、お前の飲み屋のとこ行ってさ、誰だっけあいつ。水ぶっかけられたの。お前の口から言ってみ。いや、ごめん、何言ってるか全然わかんねえわ。え、何言ってるって、あなたの飲み屋さん、あなたの飲み屋さんじゃねえわ。わかんないけど。水ぶっかけられた人いるじゃん。誰が誰にぶっかけられたの？飲み屋で。なんか動画でも上がってない？どこの YouTube で。
YouTube で。どこの飲み屋で、誰か、どこの飲み屋とかそんなの関係ないんだよ。うん。だから、お前の、お前がいた場所でね、でね、お前が配信してた、お前が一時期、天狗になってて、ね、お前なんか、やってたよな、店。一時期。俺店やってたよ。一時期やってたじゃん。やってなかった？お前。俺やってるよ。だ、やってなかったって。やってるじゃんって。今、やってなかったかって聞いてんだよ。やってるじゃんって。やってなかったかって聞いてんの。うん。お前がやってるよとかやってなかったって、やってなかったって聞いてんだよ、俺は。うん。だから店はやってたよ。だ、やってなかった？で、その、いろいろな、なんかさ、なんだっけ？だっけ？誰だっけ、水じゃねえ、まあ、酒ぶっかけられた人間。誰だったっけ、うん、ちょっと忘れちゃったな。じゃあ、それがどうしたの？ごめん、よくわかんないけど。でもさ、でも、そこお前さ、結局さ、そういうさ、そこんなことさ、お前、僕は、ね、ふわっちゅう、稼ごうと思います、なんつって言って、切れごと答えてるけど、ね、ねえ、お前さ、ねえ、ねえ、その時にさ、お前、じゃあ、その水ぶっかかれた人間に対してさ、なんて言葉言ったの？その時は。だから、さ、誰に、誰、誰にじゃなくて、誰だっけ？あ、あれだ、ちょっと名前忘れちゃった。俺名前忘れちゃった。うん、あ、音声テスト。あ、音声テスト。もしもし。ヘッドホンしないとハウリング起こっちゃうんですよ。ちょっと待って。ヘッドホンかイヤホン。はい。どうだったっけなぁ。あの時。もうちょっと来た。来た。大丈夫ですか？大丈夫、大丈夫と思う。そこでコメント流してるの、あれ画像は連動してないね。パソコンリフレッシュやるわ。ああ、そうっすね。はい。だ、あの誰だっけ？皆さんおはようございます。それよ、お前、それなんかどうでもいいんだけどさ。チーおはよう。ルシさん。おはよう。あのさ、スカスカさ、あの時誰だったっけ？な、誰だったっけ？まあ、いや、お前に言ったってわかんない。言ったってわかんないだろ。あ、スカーレットさん、イヤホンとかつけてますか？イヤホンとかってつけてますか？いや、今つけてない。今まだ。イヤホンつけないと、放送、ハウリング起こしちゃうんで。で、ちょっと待ってください。うん、お願いします。ちゃんと閉まってるからさ、iPhone を打った時のケースのまま閉まってるんで。誰だったっけ？誰だったっけ？どこさハウリングやってんの？スカーレットっていうのはスカーレットの奥しかやってないんだけど、まだやってんの？あ、おはよう。おはようございます。これこの、木は、ある強さが、ホッサンをええよ。相手するだけ問題で。いい。息めっちゃやってやし。あのな、この、この男の子だから、スカーレットさん、一回落としますね。すいませんが。うん、もう、スカは、あれもな、まだ、ハウリングのこと分かってないもん。そうっすね。イヤホンつけないとハウリング起こるんで、ちょっと一回落としてもらいます。うん、どうぞ。放送の仕組みがまだ分かってないから。ああ、なるほど。うん。それで、あれやな、撮ったらいつも保証しとんやな、このチーは。ほら、始まった。もうかなり昔の話やな、ワード。これ、人の枠で。そうですね。この人の枠。結構前ですね。うん。うん。そうそう。もう、かなり前やんな。だいぶもう。かなり前って、いつの話で。1年半ぐらい前ですね。そうそう。うん、はい。そんな昔の話を今更出してどうやってするように。
あ、そうっすね。どんなにすんねんって。お前だって一緒だろ。居酒屋の話。居酒屋、はい、居酒屋って何だよ。そうっすね、居酒屋ですね、あそこは。そうそうそう、な。合ってますよ、黒田さんが合ってます。はい、僕のお店と関係ないですね、あれは。はい。そうそう。ほいで、あれやな、あの、和道さんの、あの、手下いう人間が、この、こぼした言うてな、そのとこを配信しとったな。あ、違う違う、あの、なんだっけ、ね、頭、はい、ぶっかけてっていう、誰だっけ、あいつ。あ、そうです、ぶっかけられてる。そうやろ、だから、コッペです。その話を言う。まあ、もういっそ、シューさん、懐かしいな。もうそうに、この時代言うと古いわな。そうっすね、古いっすね。古すぎるよ。スカーレットさんの何が古いの？古いのによ。何が古い？2、3ヶ月の話でも分かる。今の話をすると意味ないじゃん。ちょっと何がおっしゃりたいのか、チーさん、全然よく分かんないっすけど。そう。うんあれさ、もう、まともに話聞いとっても知らないよ。言いたいことがちょっと明確じゃないんで、よくわかんないですけど。そう。せっかく飲茶プランあるから。お酒飲んでるんですか？もう酒飲まんと要せんもん、このバカは。バカってお前にバカ言われるじゃないよ、お前。いや、お前そうやないか、お前。なんもできんお前だからさ、人の枠で、人の枠でやるなよ、お前、黒田、お前。みっともないんだから、お前、生活保護。お前、やめてくれよ、お前。お前も、やめてくれよ、お前、そういうのさ。ほんとやめて。わかった？だけど、ほんまにあの、あれで、和道さん、この地位はもう、はい、話しかよ、文字さんから、YouTube 見てな。そうですね。うん、なんか全然そんな今更はないです、うん、全然見てないなって感じしますね。はい。そう。うん。そうそう。YouTube でちょっとほいでやれやんな。そうっすね。話かいつまんでる感じがしますね。そう。うん。言うんやったら具体的に言えばまだいいけどね。具体的にも余裕やねん。うん。そんな感じしますね。そう。うん。和道さん、ものすごく気が長いな、思うよ。いや、まあ、ここで怒っても。やったら、だって、気長いだって、何もできないやろ、こいつ。怒るよりも、あの、大会前に却下するよ。だって、彼女、はいはい、お前、彼女、お前、自殺するとかって、お前、そのビビってるぐらいの、お前、男やろ、こいつ。な、和道。いや、まあ、心配しますよ。自分が、好きな人が。お前みたいな男が自殺されてもしょうがないよ。分かった？あの、よく頭言っとけ、お前。いや、わかるよ。なあ。ほら、誰でも彼女が、わかるわ。お前は神経ないから。気が長いとかじゃなくて、な？あの、自殺されてもしょうがない。うん。しょうがない。お前そもそも彼女おらへんやないか、お前。で、大した、なんか、ねえ、この間のところ、コラボ枠、まあ、いやいや、コラボ枠しててさ、何、うん、お前、あ、そうそう、三代目と、三代目とよう喋っとらんかよ、お前。うん。まあ、何で喋れんかったの？いや、まあ、その、なんだ、なんだっけ、もう一人の人。なんだっけ、あ、このツバニャンと、まあ、スマニャンと、まあ、三杯目ヒカルくんが盛り上がってたんで、まあ、水さしたら丸いなっていうのもあったし。まあ、そこだって、そこ配信者でしょ？だって関係ないやろ。別に喋ったらいいんちゃうん。な、ワード、いいんじゃないの？あれはね、場を乱すことせえへんわね、ワードさん。そうっすね、あんまり好きじゃないですね、場を乱すのは。そうね。この、ちなみにね、この黒田っていう人はいろんなね、こういう、そういうとこに、あ、そうですよね、そうですよねっていうような人間だから。な、黒田。だからどうした？お前な。
かっこ悪い。お前、いいおっさん。まあ、いいよ。頑張ってね。で、はっきり言って、C さんのことの方が僕はかっこ悪いと思ってますね。いや、別に俺別にかっこ悪い。かっこ悪いと思う。別に思われても構わないよ。あ、はい、はいうん。僕は、別に黒田さんのことかっこ悪いと思ってなくて、いや、普通に聞かない。いや、別に全然いいんじゃないの？酒はいくら飲んでもいいけど、くだらない酒飲むぐらいだったら飲まない方がいいっすよ。つまらない酒飲んでると思いますよ。そう、酒飲んでねえもん。うん。じゃあ、お前もさ、くだらない女捕まえてんだよ、じゃあ。な？いや、それは別に彼女のことをくだらないと思ってない。自殺をするような、な？自殺をして、するような、お前、女、ちょっとなんか、この間、お前、この間、だって、こいつさ、なあ、わざわざ、俺、自分の女、なんか、飛び降りたかもしれないと。お前、自分に言ってたよな、この間。これ言ってなかった、自分で。言ってますよ。何も減らってんの何も減らってんのお前。気持ち悪い。じゃあ、なあ、ワド。お前そこまでの男なのかお前。気持ち悪いな、お前。自分の女、俺なんか、飛び降りちゃったかもしれないだって。お前、バカじゃない？お前が飛び降りるよ、お前。普通に。いい、どうでもいいけど、お前。ね、そもそもさ、まあ、いいよ、他の人の話は聞かないけど、まあ、まあ、俺はこれでね、もしね、じゃあ、ワドが、ちょっと、チェファン、それおかしいんじゃないですかって言えば、じゃあ俺はワドに対して謝るよ。でも他の人は謝らない。でも、他のね、くだらないもう、どっかの、おっさん、じゃあ、もういいからもうね、こういうね、加担をするような、おっさんはね、どこでも。あ、ごめんなさい。今喋ってんのは、ソレイユさんじゃないですよ。今喋ってんのは、チーさんの方です。ソレイユさんじゃないです。うん、今喋ってるのはチーさんです。はい。で、だ俺がね、俺がバカにしてんのは、はい。だからね、この間もさ、はい。俺がほら、あ、じゃあ、お疲れって、あ、チーさんって言ってる割には、あなた、なんか散々さ、あ、チーさん、お疲れ様でーす、なんて言ってる割には、で、何、この間は、で、彼女は、自殺未遂起こしたでしょ自殺未遂を。起こしましたね、はい。じゃ、日本は、民主主義だよ。じゃ、まあ、いや、お前には聞いてない。いや、他の人のあれだけど、なんで、そんな。いや、民主主義。じゃ、もういいから。まあ、いいから、もうそういうのは。だから、なんで起こしたの？花火ちゃん優しいね。彼女には、彼女の生きてる上で生きづらさとかがあるんですよ。この世界で。で、彼女が、そう、自殺をしてしまいたくなるようなこともあるんですよ。でそれをね、フォローしてあげるのが彼氏として僕の務めだと思ってるんですね。なんでフォローできてないからそうなったんでしょ。フォローできてないからそうなったんでしょ。うん、そうかもしれないですね。なんか偉そうに言ってる。人間としてでもね、やっぱりこう、知り合いの女の人がやっぱり自殺するいたら止めるわね。そうですね。このさ、黒田ってやつは、加担すんだよ。だいたいいつもどこでも加担すんの。だいたいこう、自分のね、立場いいとこって、いつも加担してな。いや、黒田さんは加担してるんじゃなくて、言ってることを、いや、それは正しい、それは間違ってるっていうことを言ってるだけだと思いますよ。別に。だって、じゃあ、黒田何言ってんの？言われたやないか、チー。じゃ、何が言いたいの？じゃ、チーとかじゃなくて、何が言いたいの、お前。いや、あれやか、みんなから言われたやか、チー君は話がみんなからじゃん。お前さ、みんなから囲まれてない限り、俺、人の枠だぞ、お前。
いや、一枠で。大手、大手やんか。大手、大手の、いや、いつも大手、大手やん。何、大手しかお前、たどり着けんか、お前。なんて？なんて、なんて？聞こえない。賢いやろ？聞こえねえわ。なんて？はっきり言うよ。だから、和道さんのな、放送やろ、これ。じゃ、俺は和道と話してんだよ。で、なんでお前入ってきたの？うん。だけど、その行為がお前、嵐行為やよ。だから、嵐でも何でもないやろ。嵐でも何でもないやろ。結局放送見出す。あの、放送見出す行為嵐でも何でもないやろっていうの。お前が入ってきてること自体嵐なんだよ、じゃあ。ほら見て。ほったら、嵐はあの、人の評価やね。他人から見ての評価やね。じゃあなんでお前が入ってきてんの？いや、入ってきちゃってあんまりもござまなことしとうかね、お前が。お前、大手ぶってんの？ねえ、お前が、はははじゃねえよ、お前。お前、ギター弾いとけよ、お前。気持ち悪いから。いや、関係ないやん。お前、ギター弾いとけよ、お前。で、あ、じゃあさ、わかったわかった、じゃあ俺、ホームページ、お前の晒しといてあげるから、みんなホームページ、飛んであげてくださいよ、じゃあ。ねえ、気持ち悪いホームページ。別に、ワドが、ワドと別にどうなろうと別に、俺はワドの気持ちあるから。別にいいんじゃないの。気持ちあった。お前は関係ねえんだよ。お前は関係ねえから、もう出てくんなよ、もういいから。お前いつもそうだよ。放送やめろ。そういうのやめろ。気持ち悪いから。やめろやめろ。いや、お前逆に迷惑だね。C さん。逆にやめろっつうの。だから、まあ、だから、じゃあね、ワドが、じゃあ、じいさん、横にじいさんやめてくださいよって言うんだったら、別にいいよ、もう引くから。いや、じいさんね、なんていうのかな、俺のことをさ、配信見ててさ、ああ、思う、こう思うっていうのはさ、じいさんリスナーだから言っていいと思うけど、人の彼女のことは良くないよ、やっぱり。で、彼女は精神障害あるっていうことも言ってるわけですさ。で、彼女は、その、ね、なんつうか、すごく悩んでるわけだから、それを悪く言うのは良くないよ。でもさ、でも、それは言われてもしょうがなくね？あと。まあね。おめえ、だって、おめえが晒してんだよ。お前が晒してんだよ、そこまで。いや、晒してるんじゃなくて。じゃあ、晒す必要ないだろ、ね、だから。じゃあ、晒す必要ないだろっつうの。だから、そうじゃなくて、ね、それをそうやって弾劾するのは良くないんじゃないの、うん、っていうことを言ってんのよ、俺は。まあまあまあ、ちょっと、まあ、言い過ぎたのは、まあ、あれかもしんないけど。それは、不快に思う人いっぱいいるよ。ちょっと、ワド聞けよ。俺も不快だしさ。ワドのな、ワドの自分の奥でさ、自分で会って、顔、あの子の顔だって晒してるわけじゃん。俺が晒してるんだよ。それだってリスクになるわけだろ。あ、それそうだよ。だから、なんつうんだろう。なんつうの。ネット上で顔をさらす。それは彼女もよく理解してるから。だけど、その気持ちが高ぶっちゃったりして、ああいうことやっちゃうわけよ。だから、それをさ、気違いだからとかさ、死ねばいいとかさ、そういうのは良くないよ。死ね、死ねばいいよ。だって、一回は死のうと思ったんでしょ？でも、だから言うてた。死ねとか言うたら、そういう風な時に死ねばいいっていう社会は俺悲しいな。俺はそういうのは辛いな。だから生きづらくなってる人がいるわけだから、そういうのを、そういうね、立場の弱い人をいじめるのは良くない。死ぬようなその状況にね、刺したんっていうのは、じゃあどういう状況になるんじゃん。だからその状況っていうのは分からないって言ってんじゃん、俺も。で、何？黒田は何を言いたいの？黒田は、その、人に、その、俺とね、その、あれに対して、何が言いたいの、お前は。こいつ。まあ、ちょっとあんまり、あれるとあれなんだよ。な、ほいでお前、そもそもな、お前、ワドさんの放送来てな、お前、な、乱す行為をすなよ。いや、お前もそうだよ。
俺のさ、俺が行くとこ行くとこさ、チーはなってやめてくれる？みんな気持ち悪いって言ってるわ。じゃあやめて。うん、お前は、お前、まあ、いえ、俺は別に和道が好きだからな。別に俺をコメントしてるだけで別に。だったらお前、和道はとっくに、まあ、うるさいよお前。うん、だから、和道、とっくに和道だったら、もうブロックもしてるし。うん。いや、俺はコメント、だから、俺は、和道、だからね、俺は、言いたいことを言ってるだけ。和道さんのリスナーから言われとる。じゃあ、和道、なんか気持ち悪く、ごめんな。気持ち悪くさせちゃったら。まあ、こいつ、こんなおっさんとやるつもないからさ。いや、俺はさ、別に、何言ってもいいと思ってるのよ。リスナーさんは何言ってもいいと思ってるんだけど、ただね、モラルとマナーは守るべきだと思ってんの。どんな中でも人間関係だからさ。だからさ、人を傷つける行為とか、そう、人が悲しい思いする行為っていうのは良くねえんじゃないの？っては思うけど。あって、女の子の言うことは悪いで、お前。信用。な、やっぱ言うなって男に言うんだよ。お前、どさかね前で俺に言うなっつうの。うん。俺と今は、和道の話なんだよ。うん。お前、どうせが曲げて、あ、そうなんだよなって、みたいな話すんだよ、お前。うん。俺はお前、後で話を聞くから。うん。俺は、だから、俺は悪かったら悪かったって謝るよ。うん。謝らんかい。謝ったらその話やろ、お前。お前に謝るんだけどな。うん、でも、わざと、なんか、わざとごめんな、なんか。いや、いいよ、全然。ちょっと、なんか、ケン、うん。いいけどさ、うん、まあ、酒飲んでるでしょ、今。ぶっちゃけ。飲んでないって言ったけど。いや、俺、別に飲んでないよ。いや、飲んでるよ。さっきから缶の音がしてるし。いや、缶のって言ったら、飲んでないよ。ぶっちゃけ。いや、飲んでないの？ブリってるんだよ。うんブリって言った。お前、それ聞いちゃってるってこと？まあ、違う。それはブルってる。ブリってるって言ってんの。だから、ブリってないよ。ブリってない。タイマー炊いてない？いや、タイマーやっても酒飲んでも知らんけど。タイマーじゃなくて、そんなお金ありません。まあ、なんでもいいけど、あれだよ。冷静になった方がいいよ。酒は楽しむのもいいだし。うん。まあ、とりあえず、なんだっけ、なんだっけ、うん、それ言う？それ言ういる？いるいる。おるかな？ちょっと、お前ちょっと、話しようよ。話できないの？いや、話してもお前ブロックしとやないか。いや、ブロックしないよ、お前のこと。まあ、いいよ、人のこと、人の枠でやめよう。じゃあ、とりあえず、ちょっと一貫抜けるね。あ、わかりました。一貫抜ける。うん。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。和蔵さんも優しいね。いや、やっぱありがたいリスナーさんなんで、見ていただいてる。うん、わけど、大手やったらもうあれやんか。もう、わかった言って、配信、落とすよ。いや、でも、やっぱ、言いたいことあると思うんで、それぞれに。やっぱ、凸上がってくれるだけでも嬉しいんすよ、僕としては。それでも、やっぱり、こう、バイオを考えたらね、やっぱり、こう、リスナーが、こうね、盛り下がって、そうそうそう。やっぱり、一人のリスナーよりもね、全体のリスナーのことを考えるのが、やっぱり大事だと思うからね。あ、いや、でも僕は、なんかこう、物を言う人の意見をって大事にしたいと思うんすよ。だからそれで、和道が普段どんなこと考えてるのかっていうのもみんなに、伝わると思うし、うん。和道こう考えてんだなっていうのを掘り下げてもらえると思うんで、うん。貴重な機会だと思うんで。けど、プラスになることないでしょ、チート話して。いや、プラスになるかどうかは、まあそれは僕の実力なんじゃないですかね。それを面白くするのも、深い話にするのも、返しが、けど、ね、僕が返しないと思うんだよ。和道さんと他のリスナーが、盛り下がってるとか言うてね、うん、バッシング受け取るが現実で。そうですね。そうですね。はい。うん、そうまあ、つまらないのも配信の一部なんで、毎回神回起こんないんで、
まあ、僕は、なんか来てくれる人全員大事にしていきたいんで。まあ、人間そのものの、やり方でしたいんでしょ？そうです、そうです。もう、リスナーと配信者っていう距離感作らないで、一人間と一人間でやり合っていきたいんで。あ、そうそう。はい。うん。けど、ね、盛り上げる方がいいけど、盛り上げる、そのね、突出者いうのは歓迎せんでしょ。はい、いやいやいや、そんなんないっすよ。まあ、盛り上がったら盛り上がったで、まあ、美味しかったな、ぐらいにしか思わないっすよ。やっぱり俺のアンチでもこうね、配信者を立てるアンチもおりゃね、もうただけなすだけのアンチがおるからね、やっぱり使い分けは大事よね。そうですね。それは場の空気読んでいかないとダメですね。うん。そうそうそうね。はい。黒野さんも配信なさるんですか？あ、そう、やってるよ。ふわっちで。だから。あ、ふわっちで。あ、いいっすね、いいっすね。楽しいっすね、ふわっち。あ、そうそうそう。まあ平和やからね。うん。いいサイトだと思います。あ、そうそうそう。だからやっぱりね、大事にしていきたいと思うしね。ありがとうございます。やっぱりこう、アンチとかするけどね、やっぱりこう、どないんかな。はい、まあ、リスナー側としたらやっぱりこうね、大手のとこなんかやったら、なおさら目立つコメントを打つんがキロやと思うしね、リスナー側の。そうですね、面白いコメントたくさんありますよね。はい。そうそう。だからね。はい、ですね。はい。なんかあれさ、ね、結構、C さんとはやり合ってるんですか、昔から。あ、やり合うというよりね、全然そのレベルが違うからね。はい、そうそうそう。だからこう、俺のことをブロックして、はい、ああだこうだ言うタイプやからね、C は。ああ、なるほど。だから話にならないよね。そうそうそう。なるほどっすね。そうそうそう。だからもうレベルにもならへんのよ。同じ人にも立てんのよ。はい、なるほど。それは良くないっすね。だからこう、ね。人の話聞かないと。そうそうそう。うん、そうそうそう。まあ、ほいで、こうね、俺のやっぱり仕事柄がどうしてもね、やっぱ人の中身を見るあれやったら、余計こう、駆け引きを楽しみたいな思ってるよ。そこそこ。どんなお仕事されてるんですか？ あ、仲介やってるよ。はい、仲介。不動産ですか？うん、不動産とか雑貨屋とかね。はい、一般的に。ああ、そうなんですか。いいですね。だからやっぱりね、表面だけを見るんじゃなく、中身が大事やもんね。ね、ですよね。やっぱ言葉の裏とかね。うん、そうそうそう。うん。うん。僕のじいさんも、育てのじいさんは不動産屋の仲介ずっとやってて。ああ、なるほど、うん。はい、バブルの頃儲かったみたいですね。あ、そう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 。もう土地、転がすだけで銭だったからね。いい時代ですよね。うん。ハウリングしてるよ。ハウリングしてます？うん、してるよ。僕の方平気ですけど。ほんと？こっちがハウリングしてます？いや、押しとけと。いや、僕の方ではハウリング起こってないですね。リスナーさんどうですか？ハウリング。うん。なんでだろう。うん、あ、ミラージュ、おはよう。ミラージュさんいらっしゃい。ああ。あ、ここの名古屋の居酒屋で結構美味しいよ。あ、名古屋なんすか？あ、そうそう、名古屋で安くしたいんよ。いいっすね、いいっすね。あ、そうそうそう。で、店の入り口がわからんで一周二人でしたいよね。なるほど。うん。そうそう。そうそう。何や？僕ちゃん、どうしたん？あ、じゃあ、僕、字幕でトークやるんで、すいません。僕、黒田さん黒田さん、スカイプ始めちゃったな。黒田さん、聞いてます？あ、聞いてますよ。あ、黒田さん、じゃあ、一回落ちますね。僕、字幕やるんで、トークやるんで。あ、はい、お電話あると思うんで。はい。またよろしくお願いします。はい、すいません。失礼します。
はい。じゃあ、じゃあ一回落ちて、コラボ枠閉じます。皆さんすみません、一回落ちますね。すぐ枠開くんで、皆さんフォローしてください。124名の多くの方ありがとうございます。フォローよろしくお願いします。自枠に戻ります。オツでーす。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんだよもう。